久喜市や久喜地区平沼落川は埼玉県久喜市を流れる水路である。埼玉県久喜市や久喜と西大林との境にある天皇神堀川との分流地点を起点とし、久喜市青葉一丁目と五丁目の境目の地点より、青毛堀川に合流、終点となる。久喜市青葉はかつて、平沼と地区核整理事業が行われる以前、大技。 青毛あざひら大あざ吉羽あざひらと呼ばれる出殿などの、高地であった。平沼とは、青毛南西部、吉宇宙北部に存在した小技の一つであるが、常楽寺の南方より、青毛堀川の東側に存在していた低地であり、主に水田として利用されていた土地である。またこの水路は、平沼ぬま落ちとも称される。古くには五柱神社の北側周辺にて、 流作水路を分水していた。かつては大和毛和平沼、大技青毛げあざひ大技吉しばあざひと呼ばれていた地区に、平沼用水、平沼悪水、平沼分水と称される水路が存在し、それぞれ用水路、排水路として利用されてきた。これらの流域に青毛特定土地区画整理事業、平沼土地区画整理事業、栗原と区画整理事業が立ち上がると、 それまでの農業地域から市街化への変化に伴い、これらの水路の流路は整理され、大型一本の水路としてまとめられた。そして現存にしているのが、平沼落川である。平沼用水、平沼悪水、平沼分水については、夏季のそれぞれの節を、また現存の流路については、夏季の流路説を参照されたい。分流として神社の東側より、 分流しごま山上落寺の正門前及び青毛の半の木並木沿いを流れ、ふれあいセンター茎の西側で天皇神堀川へ至る流れがある。これは、かつての平沼分水の残存流路である。茎市青毛地区平沼用水とは、明治期の記録である武蔵国軍村市に平沼堀として記述されている水路である。かつて、現在のピースロード付近で2畳の水路に、 分水していた。本流はそのまま大きな根を描くように、平沼の東方を流下し、支流は分流地点より南南西へ流れ、埼玉県道153号手区基線を横断後、流路を南東へ変え、平沼悪水方面へ流下していた。この支流が、平沼土地区画整理事業、青毛特定土地区画整理事業にて流路を多少移動されつつ、青毛小学校より、 茎東中学校南東までの区間における、後の、平沼落ち川の本流になる。平沼用水の本流は、支流と分流後、大きな弧を描きながら、大技あおげ中村と、大技あおげ平沼の境界の八や地平沼川を、東南方へ流下し、埼玉県道153号去ってく線を横断、大技栗原あざ谷足方面へ流下していた。 その後、大和吉羽座一番方の集落の西方に、沿うように、南流、南西へとこう描きながら流下し、大和吉羽座平沼、吉羽大橋付近にて、青毛堀川へと流下、終点となっていた。本流が、埼玉県道153号去ってく線を横断する付近の流路においては、平沼土地区画整理事業が行われた後、青葉川では、 平沼悪水の区画整理事業後の流路へと、平沼用水の流末を付け替えた。その後、青毛特定土地区画整理事業によって、青毛川の流路は埋め立てられ、本流は、かつての平沼用水の支流の区画整理事業後の流路へと付け替えられた。このように後から、青毛川の区画整理事業が行われたため、区期東中学校の東側の流路が残ることとなった。 欅通り脇に残存する水路現在の青葉5丁目より、欅通りを挟み反対側を欅通りに並行して、南へと流下し、吉場大橋の東側にて、青毛堀川へと至る流路が存在するが、これは、平沼用水の残存流路の一つである。現在この区間では、水源がないこともあり用水路としてではなく、もっぱら排水路として利用されている。 平沼用水の東方に沿うように、大和青毛矢座中村より、大和き羽根の青毛堀川橋梁、江口橋まで古道が存在していた。現在、青毛地内では、土地区画整理事業のため一部のみ減損栗原地内では、土地区画整理事業のため、栗原二丁目地内にて一部減損栗原一丁目以南からは全線減損している。平沼ぬ区水とは、 平沼用水より供給され、水田で利用された後排水された水を集め流下していた悪水路である。ほぼ直線的な流路を持ち、地平沼の北東部を起点とし、現在の青葉3丁目、青葉4丁目の境及び青葉1丁目、青葉5丁目の境の平沼落ち川の流路のほぼ正方に並行する形で流下し、現在の青葉5丁目公園付近にて、 平沼落川の東側に並行するようになり、青毛堀川まで流下していた。青毛堀川との合流地点は、今日の平沼落川の合流地点より、約100メートルほど下流であった。今日の平沼落川の青葉3丁目、青葉4丁目の境と、青葉1丁目5丁目の境の流路は、平沼悪水の平沼土地区画整理事業後の整理された流路である。 五柱神社付近の水路平沼分水とはかつて、武蔵国軍孫氏に、大坂堀として記述されていた水路である。大坂堀は古くは、天皇二堀からの分水地点より呼ばれていたが、その後天皇二堀との分水地点より五柱、神社までの区間は、平沼用水に、名称変更されていた。現在では、平沼土地区画整理事業を呼び、触れ合いセンター、 茎西側の天皇ニ堀ボリ東側沿い道路の建設等の影響により、五柱神社より、触れ合いセンター茎の西側で、天皇ニ堀ボリへ至る部分の流路のみが現存する。平沼土地区画整理事業以前に存在していた、平沼分水の流路は、五柱神社より、同神社の東側、常楽寺の東側伝帯に、南南西方向へ流下し、天皇、 新堀の東側を並行し、流下、埼玉県道153号去ってく線を、南側へ横断後、約30メートルくらい流下したところで南東へ、流路を変えさらにしばらく流下したところで南南東へ、流路を変え平沼区水へと至っていた。埼玉県道153号去ってく線を横断後に、流下していた地点は、現在のおおよそ、青葉地区の北西部から、 中央部を通過する地点に該当する。青毛小学校付近に平沼落川と青毛堀川の合流点。ありがとうございます。